バスタン、フェイクをかけてロングパス、パス通りました、パス成功。今ディフェンスラインが頑張ってくれてるんですけどね。プレッシャーをかけてくる、ふわっと浮かしたがこぼれました。パスインコンプリート、加藤翔太へのパスは失敗です。永瀬が約26ヤードのフィールドゴールアタックになります。パントブロック、フィールドゴール失敗に終わっています。京都大学もディフェンスが立ちはだかってフィールドのボールをブロックいたしました。失敗に終わっています。フェイクをかけて中央切り抜けます。左サイドに切り抜けていった、誰もいません。そのまま持ち込んでいきます。足飛んでタッチダウンです。もうしばらくディフェンスは気づいてなかったですからね。そうですね、完全に誰も見てませんでしたね。23番シルツ相馬、第2クォーター1分1秒いフェイクをかけてレシーブを探すが2人がかり、クォーターバックサックです。ちょっと今は判断遅かったですね。宮ヘッドコーチ曰くクォーターバックにはしっかりゲームを作ろうという話をなさっています。ロングパス成功です。ファースタン獲得、近畿大学陣の25ヤードまで前進、ロングパス成功。イクイのプレーするんじゃないんでしょうか、ここも真ん中植木を使ってきます。伸びていきます、成功です。第2クォーター残り6分28秒京都大学フィールドゴール成功、10対0点差を10点と広げています。時間が残りあと1分9秒、レシーバーを探す、イン、危ない、パスを捉えたボールを取り返してパスは成功です。いや岡田さん、ことなき得ましたね。サウダン、今度は左へ、パスはインコンプリートです。もう投げていかざるを得ませんからね。そうですね、サウダンロングです。両サイドからプレッシャーをかけている、パスはどうだ、パスはキャッチ成功のようですね。フィールドゴールアタックになります。約34ヤードこれもブロックしています。ブロックしています京都大学、2回続けてブロックですもんね。34ヤードのフィールドゴールアタックですが、これもブロックされました。詰め切って初めてファーストダウンが取れるわけですもんね、はい、スクリーンパスか、ファーストダウンは更新して相手陣の30ヤードの中まで入ってきたようです。一歩一歩詰めて詰めて、ここも強烈なプレッシャー、 QB サックです。40番の羽田元キレとか望みをつけたいフォースタン、14ヤードギャンブルに行きます。スリーメイナッシュですね。味方を探す、プレッシャーを跳ねのける、かいくぐるか、それでも2の矢3の矢と強烈な京都役のプレッシャー、ラッシュに最後力つきました。第4クォーターの近畿大学オフェンスキープして中へパス、パスはよく取りました。2人ディフェンスカバーがついていましたが、ダブルカバーされてましたけどね、よく取りました。2番の谷口智也、まだセカンドアンで7ヤード残っています。パス通した、ディフェンスを外した、うまく外した、相手陣の20ヤードの中に入ってきました。これは大きいな。22ヤードのフィールドゴールアタック、ここはまず成功です。第4クォーター残り2分51秒近畿大学フィールドゴールで3点返しました。10対3、京都大学リード7点に変わりました。永瀬のキックオフ、オンサイドキックを狙ってくる、京都大学しっかりとゴールをカバーいたしました。サイン混乱してるみたいですね。ロングパス、スライディングキャッチ成功、よく取りました。ラストプレーになる、レシーブを探す、真ん中へパスだ、失敗に終わりました。ここで試合終了です。
京都大学対近畿大学の一戦をお送りしてまいりました。10対3のスコア、京都大学ギャングスターズが近畿大学近大ビッグブルーに競り勝ちまして1勝1敗、近畿大学は0勝2敗となっております。